こんにちは、日向陽一です、それでは今回もまた、幸せな夫婦についてお話をしていきたいと思います。アメリカの牧師が言ってる言葉なんですけど、すべての製品にはプロセスがあるとおっしゃってるんですね。で、何でもそうですけど、例えば、今持ってないですね、このマジックホワイトボードマーカーなんですけど、これも一つの製品ですよね。でこれを作るためには、原材料の仕入れから、設計から工場設備から販売ルートみたいな感じで、この製品が世に出て、この私の手元に来るまでにはプロセスがあるんですね。で、その幸せな夫婦、幸せな、夫婦、字が汚くてすみません、ちょっとあまりにもひどいですね。幸せな夫婦もプロセスがあるってことなんですよね。で、この工業製品と同じようにデザインがあって、そして、設計、デザインっていうのは設計ですね。最終的にこういうふうにしたいっていう計画があって、そのために必要な、プロセスが、プロセスの中にデザインも入ってるんですけど、こういうふうに。でその原材料とか、なんて言うんでしょう、そういうものが相まって、幸せな夫婦というのが作られていくわけですね。でその一個一個の要素っていうのを、この動画でお話をしてるわけですけど、これ全体像として知っておく必要があるんですね。こうなりたい、でもそうなるためには何が必要なのかということですね。ですから、今日ちょっとすごく短いですけど、全ての製品にはプロセスがある。つまり幸せな夫婦にもプロセスがあるんだということを、覚えておいていただきたいなと思います。はい、それでは今日はここまでにしたいと思いますけど、まだ私の無料のメールマガジンに登録されていない方がいらっしゃいましたら、YouTube の説明文の一番上のところにリンクがありますので、そこから申し込んでみてください。はい、では今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。